はい、はじめまして、高橋塾2期生の大橋ゆきです。今日は初めての動画ということで、まず僕の軽い自己紹介 と僕が今何をしているかっていうのをお話しさせていただきたいと思います。まず僕は年齢的に言うと17歳 で一応学歴的には、中卒で高校は中退しました。で、まあ学生の時は毎日友達とかと遊んでっていう、まあ、普通の生活をしていて、で、まあ、高校になってからバイトとかも何回かやったことあるんですけど、僕昔から結構何しても続かないタイプで、で、まあ、2、3ヶ月前ぐらいから、まあ、中卒っていう立場なんで、まあ、将来のこととかもいろいろ考えていた時に、ツイッターで高橋浩君っていう方のツイートを見て、で、高橋浩君って何されてる人なんだろうって自分の中で結構探し続けていたら、高橋浩君って方は、まあ、僕の年齢が1個上の18歳で、で、18歳で会社とか起業していろんなビジネスをされてる方で、まあ、ネットビジネスのそういう塾であったりとか、いろんなことをして収益を上げて、まあ、お金結構がっつり稼ぐみたいな、そんな感じの人で、で、まあ、見た時に普通に自分の1個上でそんなことやってるのマジすげえなと思って、で、まあ、自分も1回会って、まあ、話とかしてみたいなっていうことで、まあ、セミナーというものに初めて行ったんですけど、まあ、セミナーというのは一応高橋塾とあとビジネスコミュニティのアベンジャーズというものがあるんですけど、この2つの説明会的なもので、で、そこに参加して高橋浩君とかと、まあ、高橋塾のこととかあといろいろお話をしました。で、まあ、いろいろ話してセミナー終わる頃には、まあ、僕も、まあ、高橋浩君とかと一緒にいろんなことして一緒にやっていきたいなと思って、まあ、高橋塾にも入塾したいなっていう感じでした。で、まあ、家に帰って親とかともいろいろそのセミナーの時にいろいろ話したことを親とかにも話して、まあ、高橋塾のこととかも話して、で、まあ、多少反対とかもされたんですけど、やっぱり人生は一度きりなんで、まあ、自分のその時やりたいことをやるのが自分も一番いいかなと思ったので、高橋塾の2期生として僕は入塾を決意しました。で、今は、一応ネットビジネスやリアルビジネスで、まあ、自分たちでいろんなビジネスモデルを立て収益を上げています。で、今後の動画なんかでも、まあ、もっと詳しいことをお話ししたいと思うので、今後の動画もよろしければぜひ見てください。で、ということで、まあ、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思うので、最後まで見てくださった皆さん本当にありがとうございます。じゃあ次回の動画も楽しみにしててください。